2020年明けましておめでとうございます。どうした、忘れちまったか。俺だよ、俺ハンバーグだよ。新年一発目ということで、まずは明けましておめでとうぞ。新年一発目ということでまずは年明けのご挨拶からハンバーグ師匠スタートしたいと思います。見事な鏡餅ありがとうございます。ここどこですか？スピードオンの井戸田さんが所属していますホリプロの受付ですね。正面入り口からの受付です。もう誰もいないですもんね今も。はい、もうちょっと夜遅くなってますんで、はい、警備の人が本来こう座ってるんですけども、はい、ちょっと正面を入っていただきまして、なるほど、無許可でやってます。怒られるかもしれないですね。はい すごいんだよこれさ。多分ね、新年やっぱこう豪華に行こうっていうことで動画じゃ届かないけど、これ本当のエビらしいよ。え、すごい匂いがするのこれ。本当のエビに色塗ってんだって。ああ、なるほど。そうそう。へえ。多分この昆布も本物じゃない？おお、すげえな。すごいね。うん、磯の匂いがすごい。しっかりした事務所はやっぱ違うわ。うん、改めまして。はい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2020年になりました、はい、1月1日皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年はでもいろいろありますもんね。あの東京オリンピックがあったりとか、日本もいろいろ、日本が忙しくなるね。うん、特に東京が、うん、それが終わった後にですね、はい、皆さんが楽しみにしているハンバーグフェス、ハンバーグショー開催しますので、うん、今年やるんですか？2020年中にはぜひ開催しようと思ってます。場所とかそういうのはまだ未定でってことですか？はい、今の現時点ではもう全く決まってないです。なるほど。まあ多分まあ年末、秋口から年末ぐらいになるとは思うけども、うん、やらないとね、ハンバーグショー焦げちゃいますんで、そういう公約しましたんで、はい、じゃあ早めに川田ねのんさんとかにスケジュール聞きに行かないとダメですね。そうだね、もうエノンさんが来ないっていう時点でもう半分焦げてるな。でもちろん東京ハンバーグ、川谷エノンありきのハンバーグフェスなんで、まあそこはなんとかスケジュールをいただいて、うん、でその後まあ小屋を抑えて並列してやってって、うん、でガチンと来たところでそっからですよ、一気に進むのは。目標はだから2020年中、うん、公約というか。公約です、これは。はい、今年2020年ハンバーグショー、ハンバーグフェス開催できなければ真っ黒に焦げます。これ俺本当にここだけは伝えたいんだけども、ほぼほぼ自分でやってるんですよ、うん、事務所とか会社との力は借りずにね、うん、ミュージシャンの方へのブッキングとかも、まあ、今後動画で上がるけどもスポンサーさん探しとか、会場探しのためにちょっとある人とお話をしてきたりだとか、フェスに詳しい昔の仲間と話をしたりとか、まあ動画撮れる撮れない場所は結構あるんだけど、そういうのを全部自分自身でやってってるから、やろうとしてみたら大変だなって感じ。めちゃくちゃ大変、正直言うともう心折れそう。結構軽く考えてました。軽く考えてた。やっぱ何でもそうだけど、やってみると大変だよね、うんうん、気づくそれに、はいはい、やってない人の方がやっぱりまあアドバイスはくれるんだけども、そのやっぱりそのなんて軽口に聞こえるというか。なるほど。それ一つやることに対しても結構な人と会うしカロリー使うからね、うん、フェスに向けてね、本当にハンバーグ師匠自体が熟成されつつあると思う、うん、だからもう最後本当に焼き上がるよ。まだ焼けてなかったんですね。まだ生焼け状態、気づいた自分で。なるほど、十何年続けてきたけど、そう、いまだにね、レアだね、相当。今年中にウェルダンに焼き上げたいと思います、うん、はい、頑張っていきましょう。
お願いします。ただ皆さんね、ハンバーグフェスなんて本当にできるのかなって思ってるかもしれませんけどね。いや、その辺はしっかり気持ち持っていきたいと思いますよ。ねえ、お正月に食べるお餅も、ハンバーグフェスにかける思いも、どちらも粘りが大事だからね。ハンバーグ、今年もよろしくお願いいたします。顔、なんか顔変じゃないですか。顔になんかこの辺とかなんか傷跡みたいになってますよ。見える？そっからでも見える。あ、見えるね、うん、うわー、どういう風に映ってた今。やけどみたいですね。あの、実はね、うん、さっきね、焦げを取ってきたのよ。あ、ごめんなさい、うん、皆さんで言うところの、はい、シミ。あ、顔の、はい、顔のシミがね、はい、ちょっと気になってたから、ハンバーグ師匠はやっぱあの綺麗な感じのハンバーグでいきたいから、焦げを取ってきたわけ、シミを。どこでですか？高須クリニックで。もちろん、はい、今回プライベートで行ってるんだけど。へえ、そんな好きなんすね。でもね、こういうの好き、美容の、美容大好き。へえ、井戸田君が好きだからね。井戸田君が美容好きなんすか。うん、なるほど。だから俺も話聞いてるうちに好きになっちゃったから。難しいな、この辺の設定が。ま、そうですね。ハンバーグ師匠ミュージックライフをご覧いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。チュー。